自動車の F1 シリーズ第7戦、エミリア・ロマーニャグランプリ、GP は19日、イタリア・イモラで決勝が行われ、7番スタートの角田勇気 RB は10位となり、今季4度目の入賞。1ポイントを獲得した。粘りのレースで際立った場面の一つが14周目の絶妙なアンダーカット。スポーツチャンネル、ダズンが紹介した場面には、ファンからの称賛の声が集まった。 思わず実況も、よし、と声が出た。9番手を走行し、13周目でピットに入っていた角田は、翌週でタイヤ交換を行ったニコ・ヒュルケンベルグ、ハースがコースに戻ると、並走しながらも前に出た。巧みなピット戦略で順位を1つ上げる。7番手発進ながらスタートの後手が響いて順位を落としたものの、粘りの展開で10位に入り、今季4度目の入賞。 チーム戦略で成功させたアンダーカットも大きかった。ダズン公式 X は、角田勇気してやったり、絶妙アンダーカットでヒルケンベルグの前に出ると記し、100点の絵文字とともに実際の場面を紹介。ネット上には、これは思わず拍手したわよ、今日のハイライト、昨年までと比べると本と戦略ちゃんとしてきたね、アンダーカットした時は思わずガッツポーズしたなどの声が上がり、 興奮状態だった